カルマニョーラ、またはラカルマニョーラは、ベネツィアのサンマルコ院外側の欄間に設置されている闘像の通称。本来は、古代末期ローマ皇帝の像、おそらくユスティニアヌス一世をモデルとしたものだとされている。像のモデルは、ダイアデムからして明らかに後期ローマ皇帝であり、4世紀から6世紀の様式が用いられている。一部の学者は、 これはユスティニアヌス一世を肩切ったものだと考えている。花が平らに潰れているのは損傷であるとも磨きすぎによるものともされている。寺院のファサードを飾る装飾品の中では特に重要なものの一つである。ラベンナの大司教博物館には頭部のない半眼像が所蔵されている。これがもともとベネツィアの頭像と同じ像だったのではないかとする説もある。 この銅像はもともとコンスタンティノープルのフィラデルフィオンにあったものである可能性がある。例えば現在サンマルコ寺院のサンマルコ広場側正面にある有名なテトラルケア像は本来フィラデルフィオンにあった。銅像が1204年の第4回十字軍によるコンスタンティノープル包囲戦で略奪されベネツィアに持ち帰られたものであることはほぼ間違いない。カルマニョーラというあだ名は 1432年5月5日にサンマルコ広場で斬首された傭兵隊長フランチェスコ・ブッソーネダ・カルマニョーラに由来する。彼の首はしばらくそこに放置されていたと考えられており、そこからサンマルコ寺院の銅像がカルマニョーラと呼ばれるようになった。ありがとうございます。